他人に批判されたくないなら何もやらず何も言わなければいい。しかしそれは生きていないのと同じではないか。エルバート・ハバード。人は真摯に努力すべき目標なきより寂しいものはない。西田喜多郎。もしその人の頭の中の財布が空っぽなら、その人は何も手に入れることができない。なぜなら、誰もその人から得るものがないからだ。こうして見ると、人生において最大の投資というのは、自分の勉強への投資であることがわかるだろう。そこに最高の利子を生む源があるからだ。ベンジャミン・フランクリン。本をよく読むことで自分を成長させよ。本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせてくれるのだ。ソクラテス。私は失敗を受け入れることができる。しかし挑戦をしないことは受け入れられない。マイケル・ジョーダン。思いは花であり、言葉は目であるが、その後に現実の実践という実をつける。ラルフ・ワルド・エマーソン。不成功の 99% は言い訳ばかりする習慣を持つ人から生まれてくる。ジョージ・ワシントン・カバー。優れた徳は習慣が作り上げるものである。私たちは自分で作った習慣のようにしかならないからだ。普段から節約している人が節約の人となり、勇気ある行動をしている人が勇敢な人となる。アリストテレス。自分の運命は自分でコントロールすべきだ。さもないと誰かにコントロールされてしまう。ジャック・ウェルチ。人間、志を立てるのに遅すぎるということはない。スタンリー・ボールドウィン。心は正しい目標を書くと、偽りの目標に刷毛口を向ける。ミシェル・ド・モンテーニュ。どんな人でも、少なくとも一日一つ、自分には難しいと思えることに挑戦し、それをやり抜かない限り、人として大した成長はできない。エルバート・ハバード。本物の人格は、安楽と平穏からは作られることはない。挑戦と失敗の苦しみの経験を通してのみ、精神は鍛えられ、夢は明確になり、希望が湧き、そして成功が手に入る。こうして初めて本物の人格が出来上がるのだ。ヘレン・ケラー。飛ぶためには抵抗がなければならない。マヤ・リン。石橋を叩いて安全確認をしてから決心しようと思ったら、おそらく永久に石橋は渡れない。やろうと決めて、どうしたらできるかを調査せよ。西堀栄三郎。ただお金を持っているというだけでは幸せにはなれない。本当の幸せというのは人生に目標、目的を掲げ、それを達成して喜びの中に、そしてそのために自分で創意工夫して頑張り抜く過程の中にあるのだ。フランクリン・ルーズベルト。私たちは世の中から得たもので生きていくが、当然のこととして世の中に貢献することで人生を送らなければならない。ウィストン・チャーチル。私たちの幸福のほとんどはその生まれ持った境遇にあるのではなく、私たち自身の心のありようで決まるのである。マーサー・ワシントン。
私たちは3つの異なった方法で人生の意味を発見することができる。1、良いことをすることによって。2、価値のある体験によって。3、苦しむことによっての、3つである。ビクトール・フランクル。すべての真の勇気は良心から生まれる。人が勇敢であるためには自分の良心に従うことが大切なのだ。ジェームス・フリーマン・クラーク。自分を信じられない者は他人を信じることはできない。デレッツ大司教。想像力は自己信頼から生まれる。自分の才能を信じなさい。しかし自分が実際に行った努力以上のことは期待してはいけません。リタ・メイ・ブラウン。もしあなたに大きな悩みがあれば、次の3つの手順で解決しなさい。1、起こりうる最悪のことは何かを考える。2、そのことを受け入れる覚悟をする。3、それから落ち着いて最悪のことを改善していくことを始める。デール・カーネギー。自分しか歩めない道を自分で探しながらマイペースで歩け。田辺茂和。明確な目標を定めた後は信念だ。ひらめきも信念から生まれる。安藤桃福。同じものでも考え方一つ。やるやつはやるように考えるし、へこたれるやつはへこたれる方へ考えてしまう。松永弥左衛門。お前には無理だよという人のことを聞いてはいけない。もし自分で何かを成し遂げたかったら、できなかった時に他人のせいにしないで、自分のせいにしなさい。マジック・ジョンソン。失敗して前に進めない人には2種類ある。考えたけど実践しなかった人と、実践したけど考えなかった人だ。ローレンス・J・ピーター。失敗とはより良い方向で再挑戦するいい機会である。ヘンリー・フォード。世間は生きている、理屈は死んでいる。勝海舟。もし私が人より遠くを見ているとしたら、それは先人の肩の上に立っているからだ。アイザック・ニュートン。名ばかりの成功者になることよりも、真に価値ある人間になれるように努力しよう。アルバート・アインシュタイン。信用とは人に好かれること、約束を守ること、人を儲けさせること。本田宗一郎。傍観者はダメである。どんな仕事でも当事者になることが肝心である。藤田伝。自分が立っているところを深く掘れ、そこからきっと泉が湧き出る。高山著牛。チームメイトがあなたのために何をしてくれるかではなく、あなたがチームメイトのために何ができるかである。マジック・ジョンソン。全身全霊、心を込めて仕事をしなさい。そうすればあなたは必ず成功する。なぜなら、そういう人はほとんどいないからである。エルバート・ハバード。満足した豚であるよりも、不満足な人間の方がよく、満足した愚か者よりも、不満足なソクラテスが良い。ジョン・スチュワート・ミル。人生は実行であり、現実である。100の
各論卓説より一つの凡作である。殉教にして悲観し、逆境にて楽観する。出光左蔵。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私を勇気づけます。それでは次の動画まで、さようなら。